かったって。口ばっかり。足の指が6本もあったじいさん、この辺りに住んでたよ。言うな。タカも呼んだのか。来るなって言ったんだよ。俺にも手伝わせてください。槍川に残っても役に立ちませんし。死なれるよりはマシさ。消えた兵の捜索など慣れてはおらぬだろう。励みます。お邪魔にはなりません。わかった。だが用心し、ユナに従え。承知しました。手がかりはあったか。この辺で見たって話だけど気配はないね。探してみよう。覚えてた。あ、気に入ってたんだぞ。姉さんの喧嘩相手、なんて名前だったっけ。ゴロ。弱いくせに突っかかってきてね。ここの草刈って牛にやったな。そうだったね。今は弓取りを探しな。猛虎が死んでおる。私じゃない。焼き傷があるな。
でも矢がない。誰かが抜いた。また使うんだろう。かなりの腕前だな。足跡3、いや4人だ。どこへ行ったのでしょう。調べよう。ここではコオロギを取ったな。よく来てたね。それに竹を編んで籠を作った。なんでコオロギ取りしてたか覚えてる？いや。母さんから遠ざけるためさ。腹を立てるとあんたに八つ当たりするから。コオロギに感謝しな。あの家に続いておる。侍が住んでたね。相撲じゃ負けなしだって。うぇ、タカ！ごめん、死ぬとこだったんだよ。中を調べよう。私は外を見る。矢尻に譲る。三河用の皮も。熊が兵糧を食ったか。おかげで死なずに済んだ。ありがたや。御座がある。ここに泊まったか。熊には食われてなさそう。弓取りはここにいた。ジェン、タカ、こっちに来て。焚き火がまだ暖かい。この家を建ったばかりだな。近くにおるぞ。猛虎の火薬を盗んだのか。いい根性してるね。足跡だ。いました。あそこの丘を登ってるね。訳があるようだな。身を低くして声を潜めろ。お主、侍か。こっちへ来い。槍川の弓取りと見受けるが。数は減った。兵糧を奪うため野営を襲おうとしたもののあえなく見つかってな。他にはいないの？捕まった。ここまでおったが。我らも手を貸そう。うん、腕は立つようだな。わしは大国酒井陣。志村じゃない。なら手を貸してくれよ。まず野営を見てみよう。捕虜を運ぶ部隊、どうやら時期に立つようだな。元槍川の向こうにある野営に向かうのだ。立たれる前に動かねばなるまい。槍川の弓取り、皆無事だ。一時でも早く助けてやらねばな。行き先はつかめた。先回りして罠を仕掛ける方がいい。奇襲に向かない地形だね。元槍川はどうです？道の両脇に屋根がある。盗んだ火薬も役立ちそうだ。これは使える。なかなかの策士ですな。よし、猛虎より先に動くぞ。猛虎はこっちに向かってる。タカ、小屋の中に隠れてて。嫌だ、ここに残って俺も戦う。ジン、頼むよ。タカが決めたことであろう。じゃああんたが守ってやってね。怖いか？いえ、そんなこと。少しだけ。姉さんもあなたも怖いものを知らずでしょ。恐れを知る者こそが強くなる。父が言っておった。俺に父はいません。怖くなると頭も体も動かないんです。鍛錬が足りぬだけだ。ユナは幾度も七に立っておる。お主とは場数が違う。
姉さんには何度も救われた。俺もだ。来たな。猛虎が近づいたら樽を射る。世界様、動けません。お主ならできる。恐れる心を力に変えろ。やってみます。今ですか？まだだ。もう十分近いですよね。酒井殿、よくやった大黒。仲間を連れて槍川に戻れ。直ちに。いやはや、まさかあなたがあのクロードとは思いもしなかった。共に囲いを破ってはくれぬか。宇治政殿次第だ。わしが取りなそう。噂タカ、悪いけどジンと話があるんだ。槍川で待ってる。やったよ。タカが死んでもおかしくなかった。落ちかけたし。しかし見事にやってくれたぞ。置いてくればよかった。ユナ、心持ちはわかるが、タカは赤子ではない。あの子は戦えない。素質はある。あんたは何も知らないだろう。トアにかばってやるつもりか。タカのことは私が決める。口を出すんじゃないよ。もう戻らなきゃ。囲いを何とかするんだろう。町で会おう。酒井殿、
新山の調子はどうだ。みな士気が上がっとる。クロードが味方だからな。坂井様、お戻りで。タカ、お主のおかげで槍川も戦えるかもしれん。礼を言うぞ。ありがたいお言葉。モコが騒がしくなってきましたね。我らが手麦をなぶったからな。復讐に燃えておろう。攻めてきますかね。今夜ではない。だが我らを寝かせず、明日疲れたところに仕掛けるはず。今のうちに休め。そうだ、宇治政様の館で姉さんが話したいって。よし、心得た。坂井殿。起きておったか。百姓だけで侍が負けた相手に勝てる？あんたも酔った方がいいね。ケンジのやつ、その日はわらじ一足で過ごしたんだ。
ひどい味だ。母親のお気に入り、浴びるように飲んで。酒が切れると怒ってね、わめくんだ。私の茶はどこだって。それは苦労したな。タカが6つの時腕を折られてさ、あの子を連れて足がちぎれるくらい走った。しばらくしてから知ったけど、のたれ死んだって。姉として立派な行いだ。時として逃げることが何よりも勝る手だて。急ぐぞ。何があろうと逃げたりしないよ。坂井様、姉さん、猛虎が。行くぞ。どこにおる。表門です。このままでは。止めなきゃね。あのお方、クロード様だ。クロード様、お助けを。タカ、戦えぬ者を集め館に入れ。みんな館に逃げ込むんだ。急ぐ。敵だ。一所懸命だ。町に入った猛虎は一人として生かしておくな。敵を通すな。弓隊、いかけよ。槍川を守れ。クロード様に続け。一人は通すな。猛虎を通すな。
猛虎が引いてく。これ式の戦いで引くとは魂胆は何だ。釣り出すつもり。いや、できる限り敵を遠ざけ館に逃げろ。俺は投石機を破壊する。私も行くよ。ならん。鷹を見ていろ。まず一つ。どうしよう。アスンザブが抜かれた。まだ手立ては残っておる。町に戻るにも難儀しそうだ。Let's go! 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 Let's go!
あれは百古城の手抜け。館のそばにおるぞ。首で恩賞をいただく。我が名は酒井仁。この島を荒らす異敵に天誅を与える者。己の血で畑を潤せ。知れ事を調子に乗るなよ。すぐに対馬を去れば情けをかけてやる。槍川を焼き尽くす。なんだと誇っておったな。それもここまで。ゴーストンプサク。ゴーストバイタキュンバイ。ゴーストスタメカンカラシ。クロード様！クロード様！押し返すのだ！
姉さん。町は守った。次は七村殿に加勢し対馬を守ろう。誰が猛虎を退けた。あの兵器に立ち向かったのは、槍川を守ったのは誰だ。俺たちだ。あんたたち黙って猛虎の好きにさせる機会。たとえ侍でなくとも、お主らは戦える。我らで遺敵を打ち払い故郷を救おう。お主らも立ち上がれ。我が名将を討ち寄った。兵はあやつを不死身だと言い始めておる。お前が正してこい。陣の首を取った褒美なんてもらえるかよ。大事な菅笠衆のことはもう良いのか。陣は対馬一腕が立つ。俺の仲間では殺せん。敵を滅ぼす手はいくらでもあろう。頭を使え。あいつを殺さない手もあるだろう。